キラキラ。時刻は午後6時になりました。12月7日木曜日のパークサイドスクエア、 FM 立川グリーンスプリングススタジオから生放送でお送りしています。本日のお相手は高井純子です。さあ、このお時間は今日お二人目のスペシャルゲストをスタジオにお迎えしています。中高年のためのアイドル、かすみさんです。こんばんは。こんばんは。よろしくお願いします。かすみさん、お久しぶりです。お久しぶりです。リスナーの皆様こんばんは。中高年のためのアイドルをしていますかすみです。今宵は久しぶりに参上することができて、純子さんにもお会いすることができまして、とっても嬉しいです。ほんのひとときではございますが、お付き合いのほどよろしくお願いいたします。嬉しい、ありがとうございます。かすみさんは、はい、前回はもう1年半前になりますが、そうでしたか、去年の5月ゴールデンウィークの時でした。あ、そうでしたね、はい、ボンちゃんさんと一緒にね、はい、そうです。今日はお一人でお越しくださいましたが、はいはい、今ね、かすみさんのバッグが星のトンネルがあって、もうね、キラキラの中にかすみさんがいらっしゃるんですよ。で、また今日のお召し物がね、本当にもうそのままステージに立てるようなとっても素敵なお洋服で、ありがとうございます。もうね、さっき放送前にお会いしたじゃないですか、はい、もうね、近づいたらもうドキドキしちゃって、緊張して、何をおっしゃいますか。かすみさん、いい匂いがすると思ってね、本当にクリスマスのイルミネーションが美しくて、はい、ね、今日は来て本当に良かったなって、純子さんに会えるのも嬉しかったんですけど、このキラキラにも会えてなんか得した気分です。ね、また5月とは全然ね、景色が変わりますよね、はい、そうですね、はい、本当素敵です。スリーはご覧になりました？いや、お話に夢中で、終わってからですね、まあ、暗くなってからの方がね、はい、綺麗だと思いますので、はい、実は今日12月7日って、はい、クリスマスツリーの日なんですって。あ、そうなんですか。知りませんでした。ね、だから本当に今日という日にかすみさんをお迎えできて、なんでもね、確か明治19年でしたか、はい、横浜のお店で、あるお店で、はい、日本で初めてクリスマスツリーを飾った日が今日だったそうで。横浜だそうですよ。で、そこではそんなに大きなツリーではなかったんですが、やっぱり珍しいのでお客さんが次々いらっしゃって、で、まあ、それをきっかけに多分他のところでもツリーが飾られるようになった。明治時代、はい、はあ、知りませんでした。さすがです。という今はね、もうね、ツリーがないと寂しくて仕方がないような、ね、どこかご覧になりました？他のところで、はい、ちょくちょくうちの近所とか、はい、新百合ヶ丘ってご存知ですか？わかります、わかります。今年はね、白とグリーンで、おしゃれ、それもいいですね、とっても綺麗ですよ、はい、駅前ですか？はい、駅のね、はい、街があるんですけれども、そこに大きなツリー10メーターぐらいですかね、ありまして、やっぱりグリーンのこういうね、トンネルがグリーンと白でね、すっごく綺麗でした、はい、かすみさんのご自宅はいかがですか？私は今年はちょっと控えめで、お玄関の方に少し、ツリーとかリースとかを飾ってありますが、キラキラはまだ、まだ、はい、つけておりません、はいはい、まだね、これからキラキラシーズン続きますからね、楽しみたいですよね、はい、はい、では遅くなりましたが、ここでかすみさんのプロフィールをご紹介します。中高年のためのアイドル、かすみさん。1980年ホリプロスカウトキャラバンの関西地区予選で最終5名に選出、合格者に堀ちえみさんがいらした時のことです。ホリプロに入られて、ご出身の京都から上京、東京デザイン専門学校インテリアデザイン科に通学しながら芸能活動をされ、卒業後一度は建築の道に、その後続けていたダンスの研鑽のため渡米、本場ブロードウェイで経験を積み、90年大阪新歌舞伎座で西城秀樹さんの座長公演でダンサーとして抜擢されました。このステージがボンちゃんさんとの出会いの場となったわけですね、はい、そうなんです。バンマスをされていましてね、はい、そうですね、はい、
そして舞台女優としてご活躍後、ご結婚とともに引退されるも、2011年東日本大震災をきっかけに少しでも人のお役に立つことができないかと歌手として再スタート。中高年のためのアイドルとして現在精力的にライブ活動をなさっています。はい、ということですが、ありがとうございます。はい、もうね、今年もあと3週間ちょっとでおしまいとなりますけれども、この1年はいかがでしたか？どんな1年でしたか？ちょっとね、お話ししづらいんですけど、試練の年でしたね。はい、今まで生きてきた中で一番辛かったです。っていうのも、はい、あの父が亡くなったんですね。6月の26日に、去年の暮れ11月26日から、はい、あの脳出血で倒れまして、でもそのまま病院に入院になって、お家に帰ってこれなくなって、母もすごくやっぱりね、ずっとおしどり夫婦でいつも一緒だったので、すごくショックだったみたいで、なのでもう父の代わりを私がするしかないので、あのいろんなところに連れ回して楽しいことをするようにして、あまり一人にさせないようにして。そうですね、はい、でも今すごく元気になりました。よかった、はい、どうしても一人になるといろいろ考えてしまいますもんね。思い出がね、蘇ってきますから、やっぱりちょっとまあな、もう何十年もまだ辛い気持ちは残るでしょうけど、なかなかこの気持ちは消えないでしょうけど、まあね、前に進んでいくしかないので受け入れなくっちゃって思ってますが、なんか受け入れてるんだけれども、どっかで受け入れてない感じもありますが、皆さんはね、こういう道は通る道でしょうから、はい、頑張ります。いや、よくね、お母様とデートされてる様子ブログとかにもね、アップされてますけど、でも多分その、なんかお父様にとって奥様とお嬢様が仲良くね、楽しくされてる様子、お父様ね、お空からご覧になって喜ばれてると思います。そうですね、なんか母の夢に出てきたみたいで、はい、すごく穏やかで、すごく楽しいんだよって言ってたみたいです。よかったねえ、よかったです。それ本当にね、もうお父様それ伝えたかったんじゃないですか？かもしれませんね。本当にちょくちょく不思議が起こります。あ、そうですか。はい、はい、いや、本当に今までで一番辛かった年ということでしたけど、他にはあのお父様のこと以外にいろいろお仕事のことでもプライベートのことでも、なので、まあ、プロとしてだって6月に亡くなられて、はい、そのすぐ翌月に、はい、秀樹さんのトリビュートライブがあったじゃないですか。はい、そうなんですよ。そんなこと全く感じさせない、あの藤上一番さんと霞ジョイントライブ、はい、秀樹ラブアゲインっていうのをやらせていただいたんですけれども、はい、あの悲しみの真っ只中でした。いや、本当ですよね。はい、いや実はいや本当頑張られましたね。はい、あとね、その前の年の12月に、はい、12月は必ず自分のお誕生日、クリスマスコンサートをするんですが、もうその時も父が倒れていたので、コンサートするのしないのってもうギリギリまで、はい、あのスタッフと、でも私腹をくくって、父にもし万が一があってもやりますっていう風に言って、でやりきってたんですけど、誰にも何も言っていなかったので、後々父が亡くなった時に、実はあの時そうでしたって言ったら、みんなが嘘でしょって、何なのあの笑顔はみたいな感じで、まあ良かったです、バレなくて。でもね、お父様ね、本当にそんなかすみさんを誇りに思ってると思いますよ。素敵なお言葉ありがとうございます。いや、むしろね、そのなんか自分のためにあの楽しみに、みんなが楽しみにしていたコンサートをね、キャンセルされるとか、そっちの方がもしかしたらお父様にとっては悲しかったかもしれないし。そうですね、で一曲、その忘れない、あ、今日もかけていただく曲なんですけど、はい、忘れないでっていうあの歌詞があるんですけど、その曲を12月に歌っていたら、あの1番はすんなり歌ってたんだけど、2番からちょっと込み上げてきちゃって、ちょっと下手くそになっちゃいました。
あ、でもお客様にはどなたもかすみさんがそういったご事情を抱えてらっしゃるとは、うん、知らないですね、気づかれることなく、はい、あえて言わないようにしていたので、うん、多分バレてないと思います。いやだって秀樹さんのトリビュートライブの時だって、はい、もう全開だったじゃないですか。だって相手が氏神一番さんですから負けてられませんから、ねえ、ね、どうでしたか氏神さんとの、もうだいぶ半年ぐらい近く前になりますけど。いやもうすごくね、ええ、最初ね怖かったんですよね。怖かったですか。メイクだし衣装だし、それで現れたら、まあ、もちろんノーメイクで、そしたらねご自分のことね僕って言うんですよ。かわいい。そうなんかね京都のお坊ちゃまみたいで、あれ京都といえばかすみさんも。そうなんです。あ、じゃあ同じふるさと、はい、ということですね。なんですけど、氏神さんは本当京都市内のど真ん中で、私は京都風の、あーなるほどなるほど、ちょっと端っこの方なんで、まあ、京都広いですからね。そう、偽物的な、うん、なんですけど、本当いちいちね氏神さん圧が強くってもう楽屋でもなんかあの衣装だから熱い熱いってやってんですよ。熱いでしょうね。そしたら出してきたお扇子がですよ、50センチぐらいある大きいお扇子で、それでパタパタ置いてて、もうなんか氏神さんいちいち圧強いですねって言って笑ってました。そうですか。いやでもねコンサートは大成功で素晴らしかったですね。もうファンの皆様がすごくって、すごかった。なんか私たちよりファンの皆様がなんか作ってくださった感じだと思います。いやもう一緒に作り上げたコンサート、はいはい、もうファンの皆さんも圧が強い。もうとにかくあの日は私もうテーマは圧でした。いやだから私ちょっと心配になったのが、はい、その秀樹ファンの皆さんが本当にすごかったから、うん、かすみファンの皆さん、はい、大丈夫だったかなってちょっと思ったんですよ。大丈夫でした。すごく楽しかったらしいです。よかった。それがねちょっと一つ心配だったので。いやいや結構ねいろいろ受け入れてくださるファンなんですよ、うんうんうん、かすみの場合は。だからゲストの方歌手が来たりするとその方の応援に行ってくださったりとか、結構オールマイティ。推しの推しは大事なんですよ。そんな感じでもう、あれは本当に、語り継がれるコンサートだと思います。いや本当にもう、はい、ね、楽しかったです。ありがとうございます。こちらこそありがとうございます、はい、さあではですねちょっとこのあたりで一曲、はい、お送りしたいなと、かすみさんの曲を。そうですね、思うんですが、はいはい、曲紹介をお願いしてもよろしいですか。はい、作詞柏田道夫先生、作曲がかすみで、風の名前を教えてお聴きください。
かすみさんで風の名前を教えてをお聞きいただいていますが、この曲はどんな曲ですか？はい、これは作詞に柏田道夫先生という作家の先生がいらっしゃいまして、映画の武士の家計簿とか武士の献立とか、あと二宮金次郎とかの脚本をなさってる、であと小説も書かれてる先生は、歌手の川中美幸さんを介しまして、はい、知り合わさせていただきましてね、で、はい、それがご縁でライブにも来てくださるようになりまして、それで私のために歌詞を書いてくださるようになったんですよ。でその先生がこの歌詞をくださって、で私が曲をつけまして、はい、でこの曲はですね、天に召された大切な人へ、うん、はい、ありがとうの思いや、悲しい気持ちや会いたいなと思う、そんな思いを天に届けって歌っています。じゃあもうまさに今のかすみさん、お父様に向けて。そうなんです。そうですか。はい、はい、さあそして本来今日のですねメイントピックになるはずだったのが来週ね、はい、かすみさんコンサートがあるんですよね。そうなんです、はい、そのお話をぜひ伺いたいと思いますが、はい、かすみバースデー&クリスマスコンサートが12月12日の火曜日に、はい、ラドンナ原宿でさせていただきます。はい、コンセプトがですね、はい、ピンクってことで、はい、ドレスコードはピンクなんです去年は確か赤でしたよね。そうなんです、去年は還暦だったので、レッドパーティーっていう名前にさせていただいたんですが、今年ピンクにしたんですけど、ピンクパーティーっていうとちょっと怪しいでピンククリスマスもなんか怪しい、ピンクってなんかつくとなんか怪しいので、まあ、ドレスコードはピンクっていう感じに、させていただいて、はい、でメインの曲にですね、映画バービーってご覧になりました。はいはい、今年、はい、ヒットしてましたよね。はいはい、マーゴット・ロビーさん主演のね、はい、そのバービーの中でピンクっていう曲があるんです。リゾさんが歌ったピンクっていう曲が、はい、それをですね私が日本語歌詞をつけまして、すっごく可愛らしい歌詞ができたんですよそれをメインとしてコンセプトさせていただいて、あとかすみからのクリスマスプレゼント抽選会とか、素敵、はい、大いに盛り上がろうっていうことで、でありがたいことに満席のソールドアウトになっちゃったんですけど、はい、カウンター席が4席だけ空いてるので、 あそこですねあそこですね、ちょっとね、後ろなんですけど、そうですね、まあ、でも音はねもちろんちゃんと聞こえますし、音はね後ろの方がいいですよはい、でね、今回ね広島とか大阪とか浜松とか千葉とか、もう遠方からもお越しいただいて本当にありがたいなということで。あ、そうですか。はい、いや本当はこのかすみさんがねこの番組にご出演が決まった時には、はい、あ、じゃあコンサートの宣伝しましょうみたいなことだったんですけど、 その後ね割とすぐに、もう1ヶ月くらい前にソールドアウトしちゃいましたよね。11月の初めぐらいにソールドアウト、早かったなと思って、はい、まあ、心の中ではここに、ね、お邪魔する間にソールドアウトになってればいいなって実は思ってたんですけど本当になってくれて嬉しいです、はい、私も心の中ではいやもう1週間前切ってるしこれはちょっともうチケットないんじゃないかなと思ってはいましたが本当にね、はい、はい、その通りに、ね、カウンターを入れたいと思います。カウンター開放して、はい、よろしくお願いします、はい、ちょっとねピンクのドレスコードというのがハードル高いなと思われてる、もしかしたら男性陣とかいらっしゃるかもしれませんけれども、アイテムですね、ええ、ピンクのアイテムを一つだけでもいいので身につけてっていう感じですね。そうですね、はい、でも強制ではないんですよ、ええ、結構ドレスコードあると楽しいじゃないですか。で今回はお客様半分が女性なんですよ。おー、
はい、なんで、はい、結構ピンク色に染まるんではないかと思ってるんですが、そうですよね、はい、男性は、うん、気持ちがピンクでいいかなって。あ、気持ちがピンクで OK です。はい、はい、あのね、カイエさんも今日もね、あの応援に来てくださってるんですけどありがとうございます。ピンクどうしようってこの間悩まれてたので、はい、ピンクのスカーフで来てくださるみたいです。あ、そうですか。いや、私あの今日ちょっとあのそのね、ピンクコードに合わせて、はい、あのピンクのちょっとピンク、ちょっとくすんだピンクですけど、可愛 いピンクをお召しで。ピンクね、大好きなんですよ。かすみさんみたいに似合わないですけど、でも好きなんですよ。だから例えばあのこのフォルダーとかね、うん、なんか小物とかを選ぶ時もピンクもあったらついピンクを取っちゃうみたいな、うん、ピンクがすごく好きなので、もう素敵なドレスコードだなと思って、ね、なかなかちょっと勇気いったんですけど、もういいや、やっちゃえと思って赤の次はピンクだと思って、はい、そうですか、いいですね。なんか統一感がね、はい、あっていいですね、会場全体が、はい、はい、ということなんですけれども、ちょっとまだ時間がありそうなので、お便りを、はい、いつご紹介したいと思いますが、よろしいでしょうか。はい、お願いします。はい、ラジオネームまきちゃんからいただいてます。まきちゃんさん、ありがとうございます。まきちゃん、ありがとうございます。かすみちゃん、 FM 立川ご出演おめでとうございます。綺麗なかすみちゃんはファッションセンスが抜群で、白亜のお城が似合うお姫様だから、ご主人の大久保さんは王子様ですね。あれ本当ですね。で、先日のかすみちゃんの歌うジャズを聴きましたが、リズム感がいいかすみちゃんはアップテンポの曲がノリノリで誠に良かったです。これからも楽しみに拝見していきたいと思いますので、来年もさらに上昇気流に乗って健康に留意しながら頑張ってくださいとお便りいただいてます。まきちゃん、ありがとうございます。愛あるお便りでしたね、はい、本当にお姫様と王子様うーん、はてなみたいないえ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 、じゃあまきちゃんさんもきっとラドンナにはいらっしゃるでしょうか。まきちゃんさんは、うん、あの私ラジオ番組持たせていただいてるんですが、そちらの方でよくお便りをくださる方 でまだ一度もお会いしたことはない。そうなんですか、はい、そうなんです。いつか、そうですね、いつか会おうねっては言ってるんですけど、なかなか、はい、はい、そうですか、ありがとうございます。この今も聞いてくださってるでしょうかね。きっとそうだと思います。まきちゃんさん、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、でまだまだお便りいただいているんですが、このあと6時30分からまたご紹介したいと思います。はい、それで、ここではですね、新曲を、はい、はい、1曲おかけしたいと思うんですが、はい、はい、こちらもですね、作詞が先ほどと同じ柏田道夫先生が書いてくださいまして、はい、で私が作曲いたしました、はい、でね、これフォアローゼズの赤いバラっていう曲なんですけど、はい、このフォアローゼズってあのバーブウイスキーのフォアローゼズのことなんです、はい、じゃあここで純子さんにクイズです、はい、フォアローゼズのボトルの赤いバラは何個でしょうか。何個、うん、柄、バラが何個ついてるか、うん、あ、カイエさんがヒントくれちゃいましたいいですか、カンニングして。いいよ3つ。ブブー、あれ、カイエさん一個違うよ、ブブあのね、はい、フォアローゼスだよ。あ、4つ、そうだよそのまんま、フォアローゼスだよ。カイエさんとカイエさんのせいにする私でもね、はい、本当にボトルを見ると、はい、ボトルのネックのところにも4つあるから8個なの。おーダブルフォアローゼス、そう、上と下にあるんで、はい、まあでも4つは正解です。はいでは全然私正解しませんでしたがこの曲をね、あのお時間までお聴きいただこうと思います。かすみさんでフォアローゼスの赤いバラ。「
歌うベーシスト伊藤博康がお送りする典型音楽情報番組ビバラムスカ、毎回素敵なゲストをお迎えしてご機嫌な音楽をお届け。 Good music 24 hours a day 84.4 FM 立川。時刻は6時30分です。引き続きかすみさんとともにお送りしていきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、それではですね、お便りまたご紹介したいと思います。はい、ラジオネーム毎日が秀樹さんです。ありがとうございます。ありがとうございます。今日のスタジオゲストさん、中高年のためのアイドルかすみさんですね。お久しぶりのご出演、とても嬉しいです。バースデー&クリスマスコンサートの開催おめでとうございます。ピンクのフライヤーがロマンティックで可愛いですね。気分が高揚します。お話楽しみにしていますといただきました。 ありがとうございます。ねえ、本当にあのフライヤーすっごく可愛いですよね。私が作ったんです。あ、素敵。私デザインしました。あのお召しになってるドレスは、はい、あれ確か氏神さんの時に、あの写真は氏神さんとのコンサートの写真です。あの時撮られた写真が、はい、あの時あのフライヤーになってるんですね。そうなんです。素敵。あのフライヤーのデザインの指示は私がするんですけど、そのああいうのを作るのは私はできないので、ボンちゃんがパソコンで、大久保さんがあれ作ってくださるんですか。そうで、ここにツリーを入れてとか、ここぼかしてとかいうのは私なんですけど、指示を出すのはかすみさんで、監督は私で、実際にやってくる技術は現場のお仕事をしてくださるのがボンちゃん。わあ、素敵。あの、今度のコンサートにももちろん大久保さんがバンマスで、はいはい、あのかすみさんのフラワーバンドで、そうです、かすみ with フラワーバンドでお送りします。もう準備は順調ですか。はい、ほぼほぼ完璧にできたかなって、はい、あとは私がうまく歌うだけっていう感じですかね。はい、はい、さあ、そしてもう一通ご紹介します。はい、ラジオネームコミタンさんです。ありがとうございます。コミタン、ありがとうございます。高井純子さん、こんばんは。純子さんとはライブで何度かお会いしているので、とても親しみを感じてます。かすみさんのゲスト出演は1年半ぶりですね、ということで、本当にコミタンさんには私もお世話になってます。ありがとうございます。はい、そこで応援メッセージです。
女性アイドルというと男性ファンが多いイメージですが、大きなコンサートでは女性の方が男性より多いそうです。結婚後の松田聖子さんみたいですね。かすみさんのファン層は落ち着いた紳士淑女さんばかりです。いつもかすみさんとお客さんとのフィーリングがあって、優しさに包まれた温かいコンサートとなります。これもお客様を思うかすみさんの優しい心の持ち主だからと思ってます。それがライブで伝わってきます。これからもかすみさんとお客様が共に楽しめて幸せを感じるコンサートをよろしくお願いしますと。なんて素敵なの、なんて愛に包まれたお便り。でもそれもかすみさんの愛あってこその、本当に嬉しいです、ファンの愛、ね、嬉しいです。本当にありがとうございます。はい、先ほどもね、女性の方が、はい、今度のコンサートも多いとおっしゃってましたけれども、はいはい、いつもそんな感じなんですか。そうですね、3分の1は必ず女性で、でも今回は本当に半分、ちょうど半分、そうですか。フィーリングカップル5対5ができちゃう。5対5じゃないね。まあでもそれもやっぱりピンク効果っていうのもあるんでしょうかね。やっぱりだって女性がフライヤー見たらときめきますよね。そうですね、女性の方やっぱりピンク好きな方が多いので、そうなんでしょうか。でも私も女性が来てくださるのはすっごく嬉しくって、やっぱり女性から支持されるっていうのはものすごく嬉しいですよね。はい、すごい楽しみですね。頑張ります。そして X でハッシュタグ木曜パークでつぶやいてくださっている方もいるのでご紹介しますね。岸っぺさん、先日の7月のね、はい、宇治上一番さんとの秀樹のトリビュートコンサート来られた方なんですけれども、そうでしたか。そんな辛い時にありがとうございました、素晴らしいライブでしたと書いてくださってますよ。お聞きくださってるんですね、ありがとうございます。それからデメさん、かすみさんかわいい、お声もチャーミング。やったですね。それからミキリンリンさんも、会場に来てくださった方ですけれども、かすみさんかわいい。はい、テーマは圧、いや秀樹ファンは盛り上げますよ、楽しかった時間が蘇りますとメッセージくださってます。ありがとうございます。じゃあ来年も圧でよろしくお願いしますよ。来年も、はい、はい、来年もというのは、はい、宇治上一番&かすみジョイントライブがお来年の9月8日日曜日、日曜日夜に開催されます。パチ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 、それ新情報じゃないですか。初めて出したんじゃないかな。ですよね、解禁。解禁です。いや1年半前の時もこの放送で情報解禁だったんですよ。その時はかすみさんとデイさんの、はい、そうです、ライブのね、はい、1回目ですよね。そう、今回はボリューム4ってことになるそうです。トゥーランドアゲンさん主催は。そうでした、はい、2月に、そうです、はい、杉田明宏お兄さんと、はい、あとエフィカルズの皆さんとのジョイントライブがあって、はい、そして9月に9月の8日の日曜日に、はい、宇治上一番かすみジョイントライブです。おほぼほぼ秀樹さんトリビュートとなります。はい、はい、だからね、もう宇治上さんとも2回目になるので、ちょっと趣向をね、今度私が演出させていただいてるんですよ、いつも。7月の時も、はい、7月の演出も私が、いろいろ考えて、はい、まあ、選曲はみんなで考えるんですけど、まあ、演出は私がやらせていただいてて。そうですか、はい、で今回はね、来年はちょっと違う風にやらないとね、皆さんがまたってなっちゃうので、みたいな、びっくりさせたいなとは思いますか。本当ですか。もうだいぶ先のお話のように感じますが、でもきっとあっという間なんでしょうね。そうなんですよね、本当に月日が流れるのが早すぎて。今から企みたいと思います。はい、楽しみにしています、はい、で、バンドメンバーは前回と全く同じです。大久保さんをはじめ、はいはい、コーラスのお嬢さん2人入りまして、はい、ゴージャスにやらせていただきます。ゴージャスでしたね、
いやもうね、外でカイエさんがずっと踊ってる。めっちゃ盛り上がってる。約1名。いや皆さん大丈夫でしょうか。急にさらっとかすみさん解禁されましたけど、すごく大事なことをおっしゃっていて、はい、皆さんあの手帳を出してメモってくださいね。9月8日日曜日ですよ。はい、夜ですね。夜です。はい、会場はもういつもと同じ。うん、あのちょっと時間はね、うん、ちょっとまだ未定。いや前と同じっていうことは聞いてるんですけれども、ええ、はい、わかりました。調べます。あはい、会場がラドンナ原宿、はい。今度の来週のコンサートと同じ場所。そうですね。7月のコンサート、あの2ラウンドのコンサートとも同じ場所。同じ場所です。はい。はい、ということで、まあ、詳細はまあこれからということになりますが、そうですね、ご予約スタートもまだ決まってないので、うん、はい、またねそう近くなりましたらじゃんじゃん宣伝させていただきたいと、またこちらにもお邪魔したいと。ぜひぜひぜひ今度ねぜひ氏神さんと一緒にいかがですか。はい、そうですね、圧の強い氏神さんと負けないように、はい、氏神さんこちらのスタジオいらっしゃるときは、はい、ノーメイクですよ。そうですよね。そうなんですよ、すっごい僕なんですよ。ということですが、はい、あの今年はねとても辛いことが多かった、辛いことがあった、大きなことがあったということですが、はい、来年はどんな年にしたいですか。そうですね、あのファンの皆様のね、うん、士気を高めたいので、はい、ステップアップを心がけて、はい、できればもう一回り大きな会場でコンサートができるといいなとは思っております。憧れの場所とかありますか。あります。次のステップは、コットンクラブ。おお、ね、素敵ですよね。いいじゃないですか。コットンクラブってそんなにラドンナと規模違いますか。違いますね、倍くらい。倍ですか。はい、いやだから、うん、お友達を一人連れてきてくだされば、はい、満席にはなるんです。そうですね、ラドンナが満席なわけですから。そうです、あと一人。そうなんですね。そう、憧れの場所ですね。あとね、先ほどあのファンの方でもまだかすみさんに会ったことがないという方もいらっしゃるようですから。そうです ね、 ね、ぜひ来年は思い切って、ね、結構前にかすみさんに会いにいらしていただきたいですよね。す、はい、ぜひよろしくお願いします。はい、あでね、また木曜パークでツイッター、X でつぶやいてくださっている方ですが、はい、先ほどの岸っぺさん、はい、2024年9月8日日曜日、秀樹トリビュートライブラドンナ原宿、あの感動再び、もうドキドキしてます、楽しみですって。素敵、ありがとうございます。早い。ねえ、ねあと、うん、私もね、はい、ラジオをやってるんで宣伝していいですか。はい、ぜひぜひお願いします。あの FM 湘南ナパサ、はい、78.3kHz、はい、かすみのミュージックストリームっていうのを毎週水曜日の夜10時から10時、はい、昨日でしたね。あ、そうです、そうです、ね、昨日でした。はい、10時から10時半までやっています。はい、でこちらはですね、インターネットラジオでもお聞きいただけるので、あの検索は FM 湘南ナパサ視聴っていう風に検索していただけるとサイマルラジオとかいろんなのであの聞けますので、簡単に聞くことができるので、ぜひねお時間になったら聞いていただければと思います。はい、秀樹さんの曲もたまにはかけていますので、はいはい、昨日もかけました。あ、そうですか。昨日聞けなかったんですが、ちなみに二人の夜っていう、このクリスマスシーズンにいいじゃないですか。さすがご存知ですね。さすがです。あとね、あの今日かすみさんがリクエストしてくださった、はい、あの秀樹さんの曲、はい、5時台の前半にかけさせていただきました。題名のない愛の歌、はい、こちらはなぜこの曲選ばれましたか。あのね、うん、気が早いんですけど、その、うん、来年のね氏神さんとのコンサートでなんかバラード、うんうん、前回はバラードがちょっと少なかったんですね。なんで私がちょっとしっとりしたバラードを、巡り合いはもう大好きでいつも歌ってるんですけど、うん、もう一曲新しく自分にとっての新曲をと思いまして、で探していって、
その見つけたんですね、それで純子さんにじゃあ来年のそのセトリ候補の一曲そうですねこれから覚えてということですかね。そうですね。そうです。わあ、すごいいい曲ですよ、ね、もう秀樹さんの曲、うん、本当にたくさんあるので、うんうんうん、ね、探すのが大変なんですけど、まあ、なんかね新しい曲を歌えればなと思っています。はい、さあそれではもうあっという間にお別れの時間が近づいてきたんですが、はい、前回は確か30分だったので、はい、今回はもう45分近くご出演いただいて、だいぶいろいろお話もできたなという感じが私はしているんですが、はい、いかがでしたか今日のご出演は、はい、お一人でしたけど、うん、ガールズトークで楽しかったですね。楽しかったです。はい、はい、本当にあっという間で、でも純子さんのそのパーソナリティとしてのプロフェッショナルがすごすぎて、そんなことないですよ本当に。これ皆さんさらっとお聞きだと思うんですけど、うん、時間を見たり、ね、機械を操作したり本当にすごいなと。そういや私先ほどかすみさんまだ待っててくださってる時に、はい、すごいなんかもうみっともない姿をお見せしちゃったなと思って、電話がね、うん、急に繋がらなくなっちゃって、私自分のスマホでゲストの方にスマホ で電話をかけて、そのスマホにマイクを近づけて、もうね、そのスマホが見えなくてマイクにどうしてずっと手を当ててるんだろうと思ってたらよく見た、横から見たらあスマホだと思って、いやこんなことをしてる人いないじゃないですか。もうなりふり構わずとにかく生放送で、ね、届けなくちゃっていう、何が起こるかわからない、本当にもう、あたふたしたところをお見せしてしまって、いやでもそれを対応できるっていうのがもう素晴らしいと思いますよ本当に。ありがとうございます。さあそれでは最後にもう一曲お送りしますが、曲紹介をお願いできるでしょうか。はい、この時期にクリスマスソング、自分のクリスマスソングを作りたくて、でやはりこれも偶然にも柏田道夫先生の作詞なんですけれども、はい、作曲霞で私のオリジナルクリスマスソングです。クリスマスローズの花束をお聴きください。はい、では最後におかけします。本日のスタジオゲスト、中高年のためのアイドル霞さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。ローズの咲く
い。かすみさんのゲストコーナーいかがでしたでしょうか。お便りまだ届いていますのでご紹介します。ラジオネーム名古屋の SHYM さんです。かすみさんの相変わらずの可愛らしさあふれるお声にいつも元気にお聞きしているパークサイドですが、さらにワクワクさせていただいています。原宿ラドンナ7月に氏神一番さんとのライブでとってもお綺麗なお姿を拝見いたしました。男装の霊人を思わせる衣装もお似合いで今も目に焼き付いています。昨年還暦、もう年齢を言わなくてそのまま若々しいかすみさんを保ってくださいね。今日はおつらいお話も伺いましたが、12日のライブには近くで見ててくださいますから、ラドンナの中をピンクで明るく柔らかく皆さんを包んでくださいね。くれぐれもお風邪を召されませぬように。かすみさんまだねいらっしゃってるんですか。かすみさんまだお邪魔しています。わあ、なんて素敵なんでしょう。ありがとうございます。愛あるお言葉受け止めました。頑張ります。はい、ありがとうございます。あと確かかすみさん宛てのお便りまだあって、私どこか行方不明にしちゃった、ごめんなさい、今探しますねあ、見つかった。あ、よかった。はい、エーテルさんです。かすみさん、クリスマスコンサートには数年前に一度行かせていただきましたが、その素敵な歌や衣装やダンスやかすみさんの笑顔にうっとりしました。さすが旦那様の大久保さんのピアノ音もバッチリで、今年も大人気なんですね。頑張ってくださいね。今日は昼間はとても暖かく、朝晩は冷え込むというかなり激しい寒暖差ですが、声を使うお仕事、特に乾燥にはお気をつけてねと。うん、優しい。本当乾燥大敵です。ね、本当に。あとまだ本番まで、ね、あと5日なんですよ。気をつけないとですね。もうお家にこもります。今日はね、そんな中ありがとうございました。いやいやいや、ありがとうございます。はい、さあそして、広島県のつつさんからもファックスいただきます。というわけでここまでのお相手は高井純子でした。また来週木曜夕方5時にお目にかかりましょう。さようなら。You're listening to 84.4 FM Tachikawa.